第12代のオフォーク公爵、バーナード・エドワード・ハワードは、イギリスの貴族、政治家。1765年11月21日、ヘンリー・ハワードとその妻、ジュリアナの長男として、シェフィールドに生まれる。父ヘンリーは、第22代、アランデル伯爵ヘンリー・ハワードの、八王・バーナード・ハワードの孫に当たるが、破産しかけたは印象であり、しばしば本家の公爵家に、 資金援助を仰いでいる人物だった。1799年に王立協会フェロー、1812年にロンドン公告協会フェローとなる。1815年12月16日、30形邸にあたる第11代ノーフォーク公爵チャールズ・ハワードが着室氏の男子なく死去したため、彼が第12代ノーフォーク公爵位を継承することになった。 プロテスタントに改修した十一外公爵と異なり、彼はカトリックであったが、1824年制定の議会法によりカトリックのままでも、軍務博としての実務が取れるようになった。ついで1829年には、カトリック救済法により、カトリックに議員資格が認められ、彼も貴族院議員に列した。1830年には、数密顧問官に列した。 1834年には、ガーター勲章勲章師を受けた。1842年3月19日に、ロンドンセントジェームズスクウェアノーフォークハウスで死去し、アランデルに葬られた。爵位は、長男ヘンリーが継承した。ガーター騎士団の清掃をまとう、第12代ノーフォーク公の肖像が1815年12月16日に死去した三重警定チャールズ・ハワードから、 以下の爵位を継承した。1789年にエリザベス・ベラシズと結婚し、彼女との間に一人息子のヘンリーを設けた。エリザベスとは1794年に離婚しており、離婚後エリザベスは直ちに結婚前からの愛人、リチャード・ビンガムと再婚している。ありがとうございます。